わっしょい。ライブ配信やってたんすよね。ちょっと前までね、30分くらい前までね、YouTube の方でライブ配信やってたんですが、その時はね、燃えてなかったんすよ、まだ。まだね、別荘燃えてなかったし、ちょいと、これね、回復させたチンピラさんもいるんですけど、あ、バッチリやられましたよ、という感じでございまして、そしてね、あ、僕は現在捕まっておりますね。あ、やばいね、捕まったんじゃん、本当に。どうすんのこれ、捕まってるじゃないですか。一体これはどうやって脱出するんでしょうか。そして、まだあるんですけども、誰がね、攻撃してきたのか、言うとですよ。誰が攻撃してきたんですかね。あ、これ見たいっすね。ボスの別荘が ZDM に攻撃されましたということでございまして、左が攻めてきた人っすね。それで資源の方も取られてるじゃありませんか。ライブ配信見てから攻めに来たんでしょうかね。ご挨拶ありがとうございます。そしてバフ強そうだね。相手バフが強そうっすね。なかなか強そうっすね。これね。中身がちょいと入ってたんですが、私はね、左が敵で右が自分なんですけども、私なんですが、こんな感じっすね。ZDM の人、攻めに来てて。ギャングの攻撃力が一番高いかな。これはね、69% か。69% ありますね。あ、そしてお次に強いのがバイカーの攻撃力が 62%。あ、僕はね、マックス一番強いのが 30% ですね。ギャングの攻撃力ね。ここからアイテム使えば、ここからね、何%くらいまではね、上がるんですけども、上がるんだけど上がった状態で、マックスチンピラさんがいる状態で防衛したかったな。だけどね、タイヤ3、その辺をね、常備したいね。できればね、常備したいですね。あと、あと、言うならば、英雄のレベルも上げていきたいでございます。英雄のレベル比べてみると、一目瞭然でちょっと違うんですけど、色も違うし、レベルも違うんですが、上げていきたいですね。この辺上げると、あ、だいぶ違うんじゃないかなと思います。でね、偵察したんすよ。偵察いけたんかな？中身どうなんだろうね。どんな感じだったんですかね。中身は一体どんな感じだったんでしょうか。あ、ちょっとハテナになってる。ハテナになってる感じ。え、だけど防衛の隊員数が 90K って書いてあるね。だいたい 90K ぐらいなんじゃないかな。これレーダー上げないとね、ちょいっと中身が詳細まではわからないかもしれないね。トラップの方も 60K って書いてあるよ。多分別荘の中のこのレーダーですね、レーダー。レーダー上げないとわからないんじゃないかな思いますよ。これ上げていけば上げていくほど、多分ね、内容的にどん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 分かっていけると思いますんで、僕16っすね、今ね。17になれば、敵味方の集結チーム、バックアップチーム、で、駐在チームの隊員、タイプ、あと推定隊員数、まあ具体名を通知。まあいろいろと分かりますよね。それ以降行って、あと25までね、上げると、さらに、一番最後のね、追加効果ってやつがあるんだけど、別荘防衛時の敵攻撃力ダウンが 10% あります。これバフがね、デバフがつくということでございますよ。レーダーの方でもね。いや、行かれたね。行かれたね。行かれましたね。だけどね、これエフェクトみたいな感じで、かっこいいなと思いますよ。エフェクトみたいな感じで、かっこいいなと思います。炎のエフェクト、いいんじゃないですか？捕まってるからね、僕はね、今現在捕まっております。それで、懸賞金設定って書いてあるんですが、この人倒すといくらですよとか、設定もね、できるみたいだね。これね、ダイヤね、1万ダイヤ以上に設定してくださいってあります。3380分の、あ、1万ダイヤ以上は無理ということで、これ1万ダイヤ以上あればね、一応、賞金、できるんかな？これ、懸賞金として賞金を出して、あ、この人倒してくださいよ、みたいな感じに、できるらしいですよ。すごいね、これね。だけど、こういうのあると面白いですよね。めちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますよ。はい、ユダシャは今捕まっております。誰か助けてください。牢屋の鍵誰か持ってないですか？いいですか？持ってたら、ちょっと貸してください。出ます。ここから逃げ出します。はい、やばいです。処刑カウンって書いてあるけど、カウントダウンですか？あと 3D ですね、3D。
3T でございますよ。これやばいんじゃないの？どうなっちゃう？捕まったまんまでいいんですか？まあね、攻めに来た人は、この辺にいたんですよ。僕の左側のね、この辺にいたわけなんだけども、左側に来て、僕が見てたら飛んできて、すかさず攻撃をしてきて、加速かなんか多分使ってきたね。攻撃早かったもんね、当たったのがね。攻撃がめちゃめちゃ早かったと思います。さあ、これ挑戦状なのか、どうなのか。はい、挨拶だと思うんですけどね。あ、僕も挨拶あちこちに行きたいと思います。あ、キルイベ、ヘルイベナーなのかな、これ。キルイベなんだけど、ヘルイベントって書いてあるんだよね。ヘルイベント。キルイベとは書いてないんだわ。ヘルイベントって書いてあって、ヘルイベの時に、まあ僕もね、やったのかなと思いますよ。ありますね。ヘルイベ。今、現在やってますね、これ。ヘルイベント中っすね。ちなみに、キルイベとは書いてないけど、ヘルイベント。で、イベント終了まであと40分ぐらいなんですよ。さあ、僕も、やりたい放題、やっちゃった方がいいんじゃないかなと思いますよ。今現在、病院で治療中でございます。マックス部隊を治療中であと6時間ぐらいで終わるね。7時間ぐらいか。約7時間ぐらいで終わる。回復したらどっか突っ込んでいったろうかなと思いますよ。バフもね、アイテム使ってあげて、あと仲間の人と戦いにも行きたいですね。そんな感じの、そんな感じで燃えております。夏なんで暑いところがまた暑い。さらに暑くなる、これはほんと。冬だったら最高なんですけどね。冬だったら最高なんで、冬にもぜひお願いします。チャンネル登録とグッドボタンも皆さんよろしくお願いします。コメントも気軽に誰でも書いてください。ご視聴ありがとうございました。